このビデオではキャッスルフォールズについて説明します。この映画は数百万ドルを狙うライバルギャングの物語です。取り壊しが予定されている高級マンションの中に隠された数ドル。しかし最初に戦利品を最初に見つけた用務員に対処しなければなりません。誰が全てのお金を手に入れることに成功するでしょうか。キャッスルフォールズで調べてみましょう。キャッスルフォールズは伝説の MMA ファイターであるマイクという男を紹介することから始まります。しかしマイクはもう若くなく肩に重傷を負っていたため、彼はもう滅多に戦わなかった。ある日マイクは元マネージャーに会い、彼を戦場に連れ戻すように頼んだ。しかし彼の元マネージャーは彼の年齢とかなり深刻な肩の怪我を負っていたので、彼は最近最後の戦いで3回連続で敗北しました。しかしマイクは以前のマネージャーに反撃を手伝ってくれるよう頼むことを主張し続けています。今彼は本当にお金が必要です。彼の前のマネージャーはまだ彼を戦場に戻すことを拒否しているため、マイクはそこにいるファイターの一人に挑戦することで彼を説得しようとします。当初マイクは戦いをマスターしていました。しかしマイクは疲れ始め、対戦相手はそれを利用します。これは彼を追い詰め、ついに伝説の MMA ファイターを打ち負かします。この敗戦を経てマイクは自分がもはやハイクラスのバトルアリーナで活躍する偉大なファイターではないことを受け入れ始めます。彼は現在破産しており、家賃を払えなくなったためにアパートを追い出されました。それから彼は彼にボクシンググローブを渡しました。ファイターであり、目的を達成するために別の仕事を探すことで彼の人生を続けようとしました。その後マイクはキャッスル肺病院の立ち退きプロジェクトに携わる建設作業員としての仕事に就きます。場面が切り替わり、娘と暮らすリチャードという中年男性の姿が映る。病気でベッドに横たわっているエミリー。エミリーは白血病を患っているため多額の医療費が必要です。その後間もなく女性がリチャードのところに来て、家で治療を受けているエミリーの世話をしました。しかしリチャードにはまだ料金を支払うお金がありませんでした。彼はその後エミリーが再び化学療法を受けなければならないと彼に告げる病院からの電話。でもその前に彼らは彼に健康のために医療費として40万ドルを支払うように頼んだ。彼が以前の医療費のために使い果たした保険。リチャードは彼の行動に非常に不満を感じていた。エミリーの治療費をどこから手に入れることができるのだろうか。シーンは連邦刑務所に切り替わり、ランドという名前の黒人囚人がダミアンという名前の別の囚人が、ランドが隠したお金の所在について尋ねたとき。その後、彼らは激しい戦いに巻き込まれ、ダミアンと彼の子分がランドに群がったとき、監視員は黙っているように見えました。シーンは空想にふけっているように見えるマイクに戻ります。伝説の MMA ファイターから建設作業員へと激変した彼の運命。わずかな賃金で彼の雇い主はマイクが仕事を怠っていることに気づき、彼を叱責したキャッスル肺が取り壊される前に締め切りがあったので、仕事にもっと集中するように彼に頼みました。一方、市長は記者団の前で声明を出している模様。キャッスル肺病院はあさって退去させられ、土地は転用されると。新しいスポーツビルの建設のために。たまたま留置場でテレビを見ていたランドはキャッスル肺ホスピタルが立ち退きを迫られていることを知って驚いたようです。それからランドはリチャードに他ならないチーフワーデンに会うように頼んだ。難しい話は抜きにして、ランドはリチャードにすぐに南部の刑務所ブロックに移るように頼んだ。娘の治療費に使えるお金を彼に提供しました。でもランドだからエミリーの状況を話すと、リチャードはすぐに怒ってエミリーを殴った。翌朝、リチャード今回は本当にお金が必要だったので密かにランドに行き、お金について尋ねました。ランドその後、彼がかつてダミアンから300万ドルを奪い、そのお金が取り壊されようとしていたキャッスル肺病院。ランドはお金が欲しくないと言った。そして、リチャードが娘の治療費を稼ぐのを手伝いたかった。
ランドはそう尋ねただけ。リチャードはダミアンと彼の部下にいつもいじめられていたので南ブロックに引っ越しました。彼はここに滞在しました。その後リチャードはその申し出に同意しました。一方監視員がオンになっていることが判明しました。ダミアンのそばにいてランドを南ブロックに移動させるリチャードについて彼に報告しました。ダミアンと彼の子分はもはや彼を邪魔しませんでした。これを聞いてダミアンはすぐに思いました。ランドがリチャードに男が隠した戦利品を取るように頼んだに違いないことを考えるとリチャードはたくさんのお金が必要でした。その後ダミアンは弟のディーコンに電話して案件、ダミアンは麻薬王であり現在ディーコンはダミアンが刑務所にいる間麻薬ビジネスを経営しています。休憩中マイクはジョージという労働者の一人と何気なく話しているようだった。実際彼は収入の少ない建設労働者として働きたくないと言いました。でも特に彼はすでに2人の子供と結婚していたのでジョージには他に選択肢がありませんでした。マイクその後かつて MMA ファイターだったことを明かした。しかし今彼は破産し何かをすることを余儀なくされています。生計を立てるジョージはマイクが本当に MMA ファイターであり彼の2人の子供が転校したことに気づきました。彼のファンになるために住むところがないのでマイクは車の中で夜を過ごさなければならないキャッスルハイ病院の建物の近くに駐車。一方ディーコンと妻のカットは取り壊される病院の建物を監視しているようでそこに潜入しようとしているすべての建設労働者がその場所を離れた後物を動かしながらジョージはマイクに言います。彼は家族と一緒にアラスカに引っ越すことを夢見ていてアラスカに行くことを提案しています。マイクがいた頃一人で別の部屋を掃除していると偶然にも大金が入ったバッグを見つけそれはランドが刑務所に入れられる前に隠していた戦利品に他なりませんでした。彼らの勤務時間が終わったのでジョージはマイクにすぐにそこから出るように頼んだ。マイクはそのお金についてジョージに話さずただ10ドルを受け取って隠しました。彼は全員が去った後にお金が入ったバッグを回収することを計画しました。他の場所ではディーコンは部下がキャッスルハイ病院の建物に潜入する準備をしています。ランドからお金が隠されている場所を知らされたのでリチャードの到着を待っています。ディーコンと彼の部下は疑いを起こさないように建設労働者に変装していました。その間リチャードはすでにキャッスルハイに行ってお金を集める準備をしていました。出発する前にリチャードは娘に別れを告げ終わらせなければならない緊急の仕事があると言いました。そんな中ビールを飲みにジョージの列に並んでいたマイクがは友人にジャケットを建設現場に置き忘れたので取りに戻らなければならないと話しました。それから彼は取っておいた10ドル札を差し出しすぐにそこから飛び出しました。その後マイクはキャッスルハイの病院の建物に入ります。お金を以下の説明ボックスでサポートをお願いします。このチャンネルを友達にシェアしてください。このチャンネルを気に入って購読することを忘れないでください。ありがとうございました。を取ります。マイクは隠していた場所にまだお金があることを知ってとても嬉しかった。彼はすぐに行く代わりにお金を数えるのに時間がかかりました。お金について知る一方リチャードはキャッスルハイの建物に入ったようでしかしディーコンの部下の一人が彼の到着に気づきすぐに上司に知らせました。しばらくしてディーコンと部下たちは建物の左側から建設現場に入った。しかし思いがけず建設作業員が時間まで警備するように割り当てられました。立ち退きが到着しました。何も考えずにカットはすぐに建設作業員を殺しました。彼らの計画に干渉しないでください。一方リチャードは6階に向かっているようだった。以前にランドによって言われた方向へ彼は使用される爆薬の山を見た4時間で建物を取り壊します。ビーコンと彼の部下も建物に入るのが見られました。武装した後彼らは建物の周りに散らばってリチャードの所在を探しました。一方隣の部屋でリチャードの存在に気づいたマイクはそれから急いでお金をバッグに戻し立ち去りました。
マイクが階段を降りようとした時、彼はディーコンの部下が2階に向かっているのを見た。マイクはついにそこに戻ってきました。リチャードは床に散らばったメモを見つけ、誰かがお金を見つけたことに気づいた。そしてそれを取った。同時に、カチャカチャという金属音が聞こえてきたのは、他ならぬマイクだった。うっかり鉄棒を蹴ってしまう。しかし、これを聞いたのはリチャードだけではありませんでした。リーコンと彼の部下もそれを聞いて、リチャードだと思ったので、音源に向かって急いで行きました。他の誰かがお金を探していることを知って、マイクはすぐに隠れて、リーコンと彼のギャングからも隠れていたリチャードを見た。しかし、その後、リーコンと彼の部下の病院の建物に潜入した男の姿に注意をそらされ、マイクが帰ってこなかったので行方を探していたジョージに他なりませんでした。カットは、ジョージのポケットからお金の入ったバッグを偶然見つけ、ジョージがお金を取った人。その後、リーコンと彼のギャングはジョージを拷問し、ジョージはお金について何も知らなかったにもかかわらず、お金の所在を明らかにしました。マイク、隠れ場所からこれを見た人は、ジョージを助けることができませんでした。ジョージは決して情報を提供しなかったので彼が知りたがっていたので、リーコンは部下に彼を殺すように命じました。ジョージが殺害されたことを知り、マイクは、彼の居場所がディーコンと彼のギャングに知られるように、誤って自分自身を明らかにしました。ディーコンは部下にマイクを逮捕するよう命じた。一方で、マイクはジョージの死に非常に罪悪感を感じ、復讐を決意する。を隠した後、お金、彼はキャットと彼のギャングが最終的にマイクを追い詰める前に、ディーコンの部下の何人かを落としました。でもマイクなんとかカットと彼の子分から解放され、ゴミ箱から逃げ出しました。でも、リチャードはすでにそこにいて、すぐにマイクを捕まえました。リチャードはマイクをナイフで脅し、お金を隠した場所を彼に話させます。しかしマイクは、自分はただの建設労働者だと主張している。そして、お金のことを全く知りません。リチャードが少し油断しているのを見て、マイクは次に攻撃した。リーコンの手下の一人に止められる前に、二人は激しい戦いを繰り広げました。銃を突きつけて二人を脅した人、マイクとリチャードは彼を落ち着かせようとし、なんとか落ち着かせました。マイクが彼を動けなくできるように、彼を不意をついて捕まえてください。しかし、残りのディーコンの部下が到着し始め、そのため、マイクとリチャードはそこから逃げるしかありませんでした。リーコンは部下に次のように命じます。建物の内外へのアクセスをブロックし、マイクと取引してお金を放棄しようとします。リーコンは彼を生かし続けます。しかしもちろん、マイクはその申し出を無視し、リーコンの部下と戦うことを選んだ。建物の中でリーコンの部下に閉じ込められたマイクは、窓から飛び降りた。厚いカーテンからぶら下がっています。しかし、リーコンと彼の手下が彼を下から撃ち続けると、彼はついに建物の中に戻ろうとしましたが、そこでキャットが銃を向けていることに直面しました。彼、幸いなことに、リチャードがやってきてキャットを殴り、彼女の体を窓に押し付けました。それを考えて窓のそばにはマイクがいて、リーコンと彼の部下は、それがキャットだとわかるまで彼を撃ち続けました。リーコンは、妻が高所から落ちて無残に亡くなったのを見て打ちのめされますが、次にマイクとリチャードを生きたまま建物から追い出すことを誓います。一方、リチャードはマイクの負傷した腕はお金について彼に尋ねました。しかし、マイクはまだ自分はただの作り物だと主張している労働者であり、お金について何も知りません。マイクとリチャードは再びディーコンの部下と対峙するが、どちらもなんとか全てを殺しました。マイクは、リチャードが執事だと思って、リチャードに銃を向けた変装したギャング。しかし、リチャードはすぐにそれを否定し、これをすべて行うことを余儀なくされたことを明らかにしました。娘を治療するお金がなくなったからです。マイクはついにリチャードの話を信じた言葉、それから彼はトランシーバーを介してディーコンに直接来て2階でお金を集めるように言いました。その後、マイクは隠していたお金を受け取り、リチャードと共有しました。リチャードはそれから招待します。マイクはすぐに建物から出て行きますが、マイクはディーコンと彼の手下を虐殺するつもりです。ジョージの死を復讐するために。
キャッスル杯の建物が間もなく取り壊されることを考えると、リチャードはまた、ディーコンと彼の部下が爆発で死ぬことをマイクに保証します。そんなことを考えた末、彼はついに諦め、リチャードと共に逃げるつもりだった。一方、市長と他の建設作業員は引き裂く準備をしていましたキャッスルハイビルを15分で下ります。ビーコンと彼の残りの部下の一人が追いかける建物の屋上から逃げようとするマイクとリチャードの後、彼らは銃撃戦により、マイクは拘束され、ビーコンの攻撃を避けるために隠れます。マイクはリチャードに尋ねた彼がディーコンと一人で戦う間、最初に行くこと。ディーコンは部下に降りてくるよう命じ、お金を持って逃げるリチャードを防ぐために、建物の出口へのアクセスを警備します。マイクが弾薬を使い果たしたとき、彼はディーコンに近距離戦を挑みます。その間、リチャードは、残っている唯一のディーコンの手下を何とか殺し、トラックを運転して逃げました。マイクはついにディーコンを倒すことができ、お金を急いで持ち去りました。キャッスルハイになるので、数分で取り壊され、マイクはディーコンがまだ生きている間にリチャードのトラックに飛び込むことを余儀なくされました。屋根に散らばっているお金を集めようとしています。キャッスルハイ病院の建物は倒壊したビルから追い出されたリチャードとマイクと共についに取り壊された。ディーコンの運命は不明ですが、破壊された建物に埋葬されている可能性があります。数日後、マイクはジョージの家族が経済的な問題に対処するのを助けるためにいくらかのお金を与えました彼の死後。その後、ジョージのアドバイスに従い、アラスカへ車で向かう。そんな中、リチャード・ダミアンを南ブロックに移動しましたが、これはランドの要求の一つであることが判明しました。そこでダミアンを殺すつもりだった。この映画を通して、私たちは父親のための闘争を見せられます娘の回復について。リチャードは治療費を稼ぐためなら何でもするつもりだ彼の病んでいる娘の。その上、たまにはハイビルの中を歩かなければならないかもしれません。なぜなら、マイクに起こったのと同じように、友達にシェアしてください。このチャンネルに隠されているからです。以下の説明ボックスでサポートをお願いします。ありがとうございました。